はいえー、およそ1億2000万人のジョルカブファンの皆様、お疲れ様です。えっ、ー、とね、まあ、そろそろねあの、ジョルカブに、あのリーファンの、えー、152FMI、125、123cc か、123のエンジンを積まれた頃ではないかと思うんですが、まあ、なんかね、やっぱ男の子っていうのはね、あの欲が出て。 もっとね、大きなエンジンを積みたいなぁなんてね、そろそろ思っている頃ではないかと思うんですけどね。あの、リーファンってね、あの、大きいシリンダーっていうかね、こう排気量を上げづらいエンジンなんですよね。論心だったらいろいろ選べるんですけど、リーファンってね、このピストンピの毛、ここがね、14なんですよね。14になっちゃうと、あの、ピストンがほんと選べなくてね。 そこ一番困るんですよね。で、あのノーマルのシリンダーを引っこ抜いて、で、この新たにね、140にするにはですね、5 6ミリの56のシリンダーを用意すればいいわけですね。で、えーとね、これがね、YX っいうね、 140って言ったかなんかそんなエンジンのシリンダーなんですけど、まあ後ちょっとあのリンク貼っときますけど、アリエクでめちゃめちゃ安いです。で、これに合わせるそのピストン、問題のピストンが1 4ミリのピストンピンで、あの、この高さとかね、こういうのもぴったり一致したピストンっていうとなかなかないんですけど、いろいろ探していくとですね、これ。 フォーバルブのリセス機ってありますけど、これが、まあ、これと同じね、56mm のピストンです。で、このピストンの高さも合ってます。13ですね。でですね、えっ、ー、と、これ実はね、CB400 のピストンの 1mm オーバーサイズ。CB400 は55なんですけど、これ 56mm。1.0ってありますけど、1mm オーバーサイズ、補修用のピストンになります。 これがね、まあ、ちょうど、これぴったりいくと。ほら。ね。で、このピストンがここにぴったりついて、で、あの、燃焼質容量とかね、そういうのをあの、こういう、あれとどうだっけこういうね、アクリル板とかをこう、ペット乗っけたり、あの、ま、あこれ高さをこう変えながらね、あの、 このリセスじゃなくて、この出っ張った部分の容量とかをこれ計算していくと、このピストンで56ミリシリンダーでえーと組んだ場合の圧縮比が9.87対1、まあこれ実測なんで多少ばらつきあるかもしれないですけど、およそ10対1ぐらいにね持っていけることができました。で、えーとこれでね、あの 140cc になります。で、あとね、これ、 リセス、そんなにあの重要ではないですけど、もともとの、ね、ピストン、まあこれ、これ違いますけど、まあ、こういう感じに、もともとのピストンを、まあ、マスキングテープかなんかでこう印して、ここに貼って、そこをね、流体でちょっとほじくってやればね、まあ、それで問題ないですけどね、えーとまあ。バルブとピストンが当たるんじゃないかっていう人いますけど、 あの最大リフト時に、バルブの最大リフト時に、ピストンは上下にいませんから、まあ、大体大丈夫です。うん。当たったも知りませんからね。<laughs> まあ、多分大丈夫だと思います。なので、まあ、自分はこの辺にね、もう一個リセスを切り直して使ってるんですけど、まあ、当た、当たらないと思いますけどね。うん。ちょっと、多分大丈夫です。で、 えっとね、まあ、実際これを組んで、リーファーに組んで、えっ、ー、と、もう何百キロ、まあ千何百キロか走ってますけど、まあ全然問題ないです。燃費の方もね、ちょっと後で書きますけど、全然問題なく走ります。まあ、あのー、123の時に比べたら、そうですね、まあ15%ぐらい、なんか、通りが出たというかね。 もちろんエンジンはね、その、高回転型ではないんで、低速のこう、グイグイ行く感じってい、ね、やっぱり本当に太くてね、かなり乗りやすいエンジンになりました。もちろんね、ハイギアードにした方が、まあ、正確に合ってるというかね、そんな感じです。えっ、ー、とね、まあ、ピストンもね、まあ、いろいろありますけど、本当に、こうなってるやつもあるしね、 この容量とかも全部ね、計算してやってみたんですけど、やっぱりこれでね、これが一番いいかなと思います。もっと引っ込んだエンジン、まあ、ピストンも使ってみたんですけど、やっぱりね、なんだかね、やっぱこれが一番良かったなと思うな、まあ。まあ、なぜか CB400 のが、まあ、ヒットしたというかね。他にね、もっといい、あの、同じ高さでこうフラットなものがね、あれば、 いいんですけどまあ、それかもう少し盛り上がった方がね、あればいいんですけど、まあ、もし誰かね、知っておられる方いたら教えてほしいですね。えっと、まあ、そんな感じでね、あと、そのセッティングに関してはね、125の時とほとんど、まあ、多少ずれますけど、まあ、キャブセッティングの方もね、そんなに影響もないですし、油温がめちゃめちゃ上がることもない。あのー結局 排気量上がってもね、あの、熱が発生するというか、あの、同じ速度で走ってる分には、その、やってる仕事が同じなので、まあそんなに、ま発熱にも変わんないのかなと思いますね。わずか十何パー熱ですね。それで、このシリンダーを組めばいいっていうわけなんですけど、これがね、これちょっと入れてみますね。ここに、こうやって入れていくと、 バーンって当たっちゃいますこれここのとこに当たっちゃうんですよねこの径がこっちの穴より大きいと単純にえーとねここのとこをね削ってやればいいですえーと一旦このケースを割ってこのスタッドを抜いてしまってでここをね削りながらこのシリンダーを まあ入れてみて、まあ入るようになればいいです。えっ、ー、と、ここにね、ガスケットあるんで、ガスケットない状態で合わせてね、これが余裕で入ればまあ、多分いいと思います。まあ組んでしまってからね、また入んなかったってとちょっと面倒くさいですけど。まあ、まあ、簡単にね、削ります。その1ミリも削ることはないんで、わずか 0. 何ミリです。まあ、そんな感じですかね。 でねえー、とここの部分というのはあの精度はいらないです。まあ、ぐっちゃぐちゃに、ね、リューターでこうバーッとさらってしまっても別に問題ないです。この面であのシリンダーの位置が決まったりとかそういうことはないんで、あのこの面とさっきのこの面は一切触っていません。まあ、遊んでいればいいです。ガタガタで、ね、スコンって入ればいいって方です。ね、そんな感じですで。位置を決めるのは、ね、あのノックピンの、ノックピンこことこのに入っているノックピンなので、 それで位置決まるんで、こっちは全く関係ないです。で、ここをね、あの、今、機械で、まあ、それは量産品なんで、ここ、機械で削ってありますけど、同じように機械加工する必要は全くないです。まあ、別にできますけどね、そうやって機械では。あの、お金も時間もかかるんで、まあ、自分でやった方がね、まあ、早いんで、まあ、その方がおすすめですね。あとね、クラッチはこれ、滑ることはなかったです。まあ、全く問題ないです。 ねえ、他には。で、あと、さっきね、あの、アリエクで調べたら、このシリンダーが5800円ですね。えっ、ー、と、層量込みで。それで、このピストンが1780円だったかな。まあ、そのぐらいだったんですね。で、他には、あの、ここの、まあ、ガスケットキット。まあ、1台。えー、まあ、YX140、あ、あと、リーファン、ん YX140 か、このヘッドガスケットとかそういうのもね、140cc 用かっても、そんないくらもしなかったんで、全部で込み込み1枚ぐらいって見てもらえればね、140になりますま。それと少々の手間ですね、それだけで、たまにはね、エンジンなんかもね、オーバーホールしてやるのもいいと思いますんで、これを機にね、中1回きれいに点検して、140のシリンダーを組んで、ピストンぶち込んで、 まあそれで圧縮10対1でまあ気持ちを走し入れるとまあそれでありなんじゃないでしょうかねまあ140になったらナンバーはね一応まあ好きにしてもらえればいいですけどうんまあこんな感じでやってます一応その実績もあるんでねまあちょっと何か参考になればなと思いますまあ男の子なんでねまあでかいものに憧れるというか 排気量に勝るものはないっていうかね、小さくする人はいないですけど、やっぱ、でかいエンジンっていうのはいいです。ジョルカブなんかは見た目ババアのスクーターなんだけど、140cc を積んでるっていう、なんかその、それだけでなんか気持ちいいですよね。というわけでね、皆さんちょっと、まあ、さらなる高みを目指して、あの、ボア,アップなんかいかがでしょうか。まあ、ちょっとね、今日、あの、安くできる方法をね、紹介しましたけど、まあ、まあ、これ実績あなので本当におすすめだと思います。 えー、というわけで、えー、おかわりしないといけないんでね、えー、この辺で終わりたいと思います。それでは今回以上です。それじゃまた。